もう死んじゃったんだよ。1年も経ったんだから次の恋してみたら。私の旦那は去年癌で亡くなりました。気がついた時にはもう手遅れで、あっという間でした。まだ残ってたんだ。寂しいじゃん。全然全然。小説とか詩とか楽しみのために本を読むことがなかったんです。だから今とても新鮮です。言ってるだろ、本気だって。またまた再婚するつもり。お前じゃ絶対無理だよ。俺はもう女という生き物がわからないですよ。私は死んだ旦那のことをどう思っていたのか。他の女の子でするってことはそれはもう浮気ってことだからね。俺を励ましてもらってもいいですかね。人と人とのつながりはそうやって受け継がれていくものだと思います。これってあなたとのメールのやり取りの中で少しずつ自分を取り戻していたのかもしれません。こんにちは。